眼科医の平松です。今日は見えてない目、または視力低下した目が外側に向いたり斜視になる理由についてお話ししようと思います。ちょっとご質問いただいたんで、ちょっとこれについて詳しくお話しします。まず人間というのは両目まっすぐ基本は見てますよね。ただし斜視って言って、本来は人間って片目隠すとちょっと目がずれるんですよ。基本外にずれることが多いんですけど、フォーッとずれてて一生懸命見るとまっすぐ見るって感じです。だから人の話を聞いてるとき、聞いてないとちょっと外向きになるってことが結構あるんですよ。で、話してると私の話聞いてるとかっていうのは、結構ちょっと外に向くとそうやって感じられてしまうっていうことがあるわけです。じゃあ、この外に向く現象は普通は意識しないで、ちょっとでもあまり気にならない程度です。でもいわゆるこう片目が見えない人っていうのは、片方をしっかり隠してるのと同じような状態になります。ってなると、まっすぐではなくて、人間の目ってちょっと外側に行く方が、比較自然なんですよね。見えてるからまっすぐ見てるだけなんです。筋肉、目の玉には6本の筋肉がついてるんですけど、上下左右と斜めが2本あって、その筋肉はバランスを持ってまっすぐ見てます。でも外側に向こうとする筋肉の方が内側に向こうとする筋肉より基本強いので、ぼーっとしてたりとか、目が見えない人っていうのは外側の筋肉が引っ張ってくんですよ。で、外向くんですよ。視力が見えてれば、あれこれ外向いちゃってるからおかしいなって戻してくれるんですけど、見えないために、左目がね見えて、右が見えないとしたら右目だけこう外向いちゃうと、で左目だけで見てるって感じになるんですよ、でそうしたら2つに見えちゃうんじゃないのって人もいるんですけど、仮に外向いたとしてもあんまり見えてない目なので、問題ないというかな、2つに見えないようになっているってことです。じゃあ手術とか治療で治せないのっていうと、手術で筋肉のバランスをずらしてまっすぐにすることはできます。できますが、使わない目であるってこと自体は事実なので、そうなっちゃうとまた外に向いてきやすくなっちゃうので、もし、この外斜視とか手術して治した場合は、たまに見える方を隠して見えない方を使うとか、ある程度意識しないとまた外に逃げていってしまうっていうことがあると思います。これが、いわゆる片方が見えないと外を向くと。実は片方が見えない以外に、年齢、高齢になってきても筋肉自体が弱くなって、相対的にバランスの外側が強くて外に向くってこともあるんですね。というのが、見えないと外を向いてしまう理由っていうので、ご参考になればと思いますので、よろしくお願いします。今日の良かったなと思ったら、コメント欄にコメント書いたり高評価ボタンを押してくだされば幸いです。よろしくお願いします。